グレレレーートトリリセットが始まるこんにちは米国経済分析系 YouTube 最大ののババナナス専門チャンンネルのレバナス一本リーマンです世界のリーダーたちがダボスに集結しグレートリセットの後の世界のルールを決める世界経済フォーラムが1月16日から開催されました世界システムがリセットされていつかあれ世界の方向性がいつの間にか変わってるなと思う頃にはこの世界経済フォーラムで取り決められた事柄が すでに知らず知らずのうちに実行されている時でしょうしかしグレーートトリセッをを起こすすのには莫大なエネルギーを必要とします既存のシステムではベターな世界ベターな世界と作ってきましたが気づいたら逆に複雑で脆弱性だらけの世界になっていましたですのでこの世界システムの最適化を実行するためには既存のシステムを破壊する必要があります 第一段階として1929年で発生したような世界恐慌の何十倍も大きな規模の不況を起こす必要があります。新しい何かを得るには既存の何かを犠牲にする必要があるのです。そしてその時は確実に米国が起点となります。その兆しがもう少しずつ見えてきており、パンデミックもインフレもそのスクリプト通りに順調に進んでいます。 グレートリセットを起こすには世界が同じ方向を向く必要性があり、このベクトルをさらに加速させる必要があります。その方向を突き進んでいけば確実に世界同時不況にたどり着くことができますが、パンデミック前は世界の方向性はバラバラでした。そしてパンデミックが発生しウイルスによって世界は加速度は小さいものの、 同一ベクトルを得ることができましたそしてこのベクトルが加速するかのように世界で同時にすさまじい物価上昇が起き世界は同時に完全にシャットダウンすることに成功しましまたグレートリセットを起こすための必要最低条件である世界の同一ベクトルを手に入れましたがあとは類似の事象を何度か起こすだけとなりました。 このグレートリセットのためのスクリプトにはあとは数回の崩壊を起こしその崩壊の度に財政・金融政策による巨額の財政出動を発動させるだけです。これは一回コロナショックの時に実行して成功しましたがその額は非常に小さな額でしたのでグレートリセットが起こるほどのエネルギーに達しませんでした。 グレートリセットを起こすためにはコロナショックで実行した巨額の財政出動の数十倍が必要と言われていますが今まさに発生しようとしている世界同時不況の中で世界中がとてつもないインフレ発生と信じられないほどの失業者が街に溢れ返り 世界金融システムを支えていた企業がドミノのように倒産しだし人々がもう無理だもう限界だこれ以上お金をすればハイパーインフレで通貨破綻だと思った時こそがグレートリセットのチャンスになるのですこの限界を超えた時に突然もう大丈夫そろそろ解決策を教えてあげるよと言い出す人物が出てきます今回の動画は昨日から始まった世界経済フォーラムの中で話し合われる グレートリセットのスクリプトについての動画ですがその前に一般のメディアで報道されている世界経済フォーラムのアジェンダを解説いたしますえブルームバーグのニュースですがコストオブリビング・クライシス・トップ・インメディエイト・リスク・フダボス・エリートというふうに書いてダボスで開催されている世界経済フォーラムなんですけどもえ生活費上昇とか環境問題とか地政学リスクとか解決してくれるのすっげーいい会議じゃん応援したい 思うと思いますが。 これが彼らの戦略なんですね。まあ、こういうふうにして、いろんな世界中からエリートが集まることによって、もちろん税金も投入されますし、見かけ上は非常に素晴らしい会議だと見せかける必要があるのです。えー、中身、もう少し見ていきたいと思いますが、まあ、リセッションの脅威だったり、それから生活費がもうとんでもなく今高くなってしまっていることとか、まあ、米国もそうですけれども、もう借金だらけの状態になっている。これは政府も個人レベルでも、まあ、消費者レベルでも。 え全員もう借金まみれになっているということで、まあ、こういうようなことが積もり積もって最終的にどうなるのか今後2年以内にグローバルでの経済が崩壊していくということが言われています、まあ、こういうようなことが世界を支配していくということなんですけれども、まあ、こういうようなことがワールドエコノミックフォーラム世界経済フォーラムで話し合われるんですねで、えー、もう もう全然余地がないと。もう全然余裕がない状態なんですね。世界中はもうエネルギー危機だったり、今インフレがもうそもそも高くなって、そして食料品不足だったり、そして安全保障の危機だったり、まあこういうのに立ち向かうためには、もう、もう息抜きできる余裕なんてもう全くないんですと。ここに書いてありますが、今後2年以内で発生する危機、それから10年以内に発生する危機というのがここに書いてありますが、 まあ緑は、もうこれいろいろ書いてあるんですけど、簡単に本当に噛み砕いていくと、緑のところは、まあよっぽど問題ないでしょうっていう人たち。で、黄色は、ちょっとやばいんじゃねっていうぐらいの人たち。で、オレンジは、ああ、そろそろやばいかも。で、青は、 うわもうやべえ、結構やべえっていう感じ、で赤はあもう終わった、もう完全終わった、もう破綻だ、もう壊滅的なダメージだというふうに、まあこのクレえーと、このカタストロフィックアウトカムって書いてあるんですけど、カタストロ,カタストロフィックというのは、もう壊滅だとかもう、えー、もう悲惨な状況というふうに言ってるんですね。まあ、そういうことで、えー、10人中ほぼ7人が短期的には不安定な経済と複数のショックによって、えー、もう完全に終わるというふうにいわれて、 います。そして5分の1、この世界経済フォーラムに参加した5分の1の人たち、これ、ちなみにあの世界経済フォーラムに参加している人たちというのは、もちろんガンマット系の企業の人たちも入っています、世界有数の企業の人たちや、有力な政治家、そしてえ王族も入ってたりしますね、もちろん政府も入っています、アメリカはそうでもないんだけども、どちらかというと、の次のグレートリセットの次の 派遣を握りたいというような人たちが入ってきているわけなんですけど、まあそこはちょっと置いといたとして、まあとにかくそのエリートの人たちが、世界の権力者の人たちが、5分の1は、あここですね、10人に2人、つまり5人に1人は、あ10年以内に壊滅的な結果が生じるということを予想しているんですね。えー、もう少し読んでいきたいと思いますが、<laughs> えまあそれはなぜかというと、今世界というのは、あまあ、 まあ、邪悪なサイクル、まあ、悪、悪サイクルというふうに、えーまあ、そういう中に入ってきているんですね。で、えーまあ、そのためには、あ機敏な、あもう素晴らしいリーダーが必要だというふうに言っているんだけども、まあ、これ言い換えると、アメリカじゃ全然ダメだというふうなことを言っているんですね。まあ、こういうように、えーまあ、いろんなリスクがある中で、2年以内にはあコスト・ブ・リービング、生活費が、 危機を迎えているで10年以内には気候変動が入っているとか、まあ、いろんなリスクが今入っている中、まあ、こういうようなリスクの積み重ねというのはもう前例のないレベルなんだともう今は本当に、えー、もう危機でしかない危機以外何もないぐらいな感じで言われています。 でこの危機というのは、一つの危機だけじゃなくて、ポリクライシスというふうに言ってるんですけども、多面的な危機、多角的な危機、まあ、いろんな危機が、危険性が複雑に絡まり合うことによって、それら一つ一つがどんどん加速しているという状況、リスクのクラスターって言ってますが、リスクの塊が相互に影響し合って、まあ、複雑な将来的な問題を引き起こしているということが言われています。 ということからすると、まああのまあ、これらの問題というのは、す、ま、べ、あ、て本当なんですね、すべて問題で、まあ、一つ一つが重要な、重大な問題、エネルギー、食料品不足、安全保障のリスク、すべてが解決されなくてはいけない問題。 まあこれが俗に言われている、まあ、一般的なメディアで言われている内容なんですけども、で、具体的に何をやるのか、それは世界経済フォーラムの議題を直接見ることで、少しずつ全貌が見えてくるんですね。これです。ワールド・エコノミフォーラム・アニュアル・ミーティングということで、昨日16日から始まって20日までやるミーティングですね。コロナの時はできなかったんですけど、2022年は、もう、 また再開されて2023年も今回またやっているということですね。で、ここら辺の内容は日本語のニュースでは特に美化されて記載されているので気候変動だったり第4次産業革命とかねそういう気持ちのいい美しい言葉で聞かさっていますが本当に彼らがやろうとしていることというのがこ,この中に明確に記載されているんですね。えー、まあこれはあのやっていけばいいと思いますが例えば えまあ彼らのやりたいこと、こういうふうに書いてますま。表面上は、今の現状の課題を解決することだと、そういうことを解決するために話し合っていくということを言っていますが、目的は、ジュアルフォーカスといって、2つあると、1つは今言った、今言っているような問題を、先ほどここの中で解説したような問題を解決しに行きますよと。 いうことなんだけどももう一つは、えー、こういう問題を解決していくと同時に、えー、今ある補足的なシステムをトランスフォーメーションつまり、えー、変革していくことだと。つまり彼らがやりたいことっていうのはアテンダントシステムをトランスフォーメーションさせていくと。 現状のシステムを破壊して全てを変革させていくことだっていうふうに記載されていくんですね。で、まあ、こういうのはあの、例えば細かいことを言えば環境負荷物質を出す車を大量に作っている GM、ジェネラルモーターは罰金を払ってテスラのように見かけ上はクリーナ車を作っている企業というのはクレジットっていう甘い蜜が据えるだったり、まあ、こういう仕組み作りがこれから盛んになってくるんだと思うんですけども理解しておかなければいけないのはこういうような SDGs あのサステイナ,ナブル系のやつね、えーまあ、地球温暖化系のやつ、まあ、そういう地球温暖化反対反対っていう、まあ、女の子とかいますけども、まあ、そういうことで誰かが莫大な富を得ているっていうことはしっかり理解しておかないといけないこと。歴史的に見て氷河期と言ってもいいぐらいの平均温度が下がっている今、 石油派遣主義を、まあ、転覆させるためにクリーンエネルギーって言っておけばたくさんのお金が集まるしビジネスとしても成立するわけなんですね、まあ、だから技術的には全く意味のないことだとエンジニアであるならばわかると思うんだけども世界の方向性を変えるために大義名分のためにもこの世界経済フォーラムの建前上も建前的にもこの気候変動とかエネルギー問題は、まあ、そういう意味では非常に重要 なななことになっててくるんでですね一、えー、一つつつそのの中身を見ききたいあの全部で5つの大きな議題があります、えー、まず一つ目ですけれどもエネルギー気候自然のための、まあ、新しいシステムという観点で現在のエネルギーと食料不足危機への対処ということをやっていきますというふうに言っていますが、まあ、こ,ういうこういうのはあの、まあ、いろんなところで言われてますね気候変動とかあグレタさんとかね、えー まあそういうことを2030年目線でやってきます。まあ、ここら辺は1個目のところはまあいいですね。で、2個目のところ、ここが結構重要なんですけども、投資貿易インフラの新しいシステムっていう観点で、現在の高インフレだったり、低成長だったり、高債務返済、まあ、あの、まあ債務経済ですね。あの、まあ借金だらけの経済。 っていうのを、まあ、改善していきましょうと。まあ、こういうところを対処していきましょうというふうに言われています。で、ここの、あの、リビルディング・トラス・イ,インターナショナル・システムというところなんだけども、あの、まあ、多極化したような世界では、戦略的な方向性に沿って、えーまあ、国際システムへの信頼を再構築すると。で、そのためには、あ利害関係、ステークホルダーだったり、 えーまあ、そういう人たちと慎重な協力を得て、経済の繁栄と発展のために新しいビジョンが必要です。うんたらかんたらっていうふうに書いてあるんだけども、つまりこれ、何が言いたいかというと、今の経済システムっていうのは全く機能していないんですね。つまりもう少し噛み砕いて言うと、ドルを基軸通貨として貿易をするためにはドルがないとできないっていう世の中ですよね。で、ドルが崩壊すれば世界が一気に傾くわけです。非常に不安定なあ経済に今なっているんですね。 でこれを見て世界中の投資家はあドルはグレートリセットで崩壊するとか、まあ、次はどこだとかっていう風に言われていてその一つが仮想通貨だとかっていう人たちもいるんだけれどもまあ、そういう風に思ってる人たちはいるんだけど私個人はそうは思ってないですあのまだ人類が仮想通貨を基軸通貨とするには早いんですねここ数年でビットコインの崩壊とかさまざまな仮想通貨の衰退とか見てきたと思いますが ビットコインの根底である、その信頼性を担保しているブロックチェーンっていうテクノロジー、これがまだまだ成熟していないんですね。で、そこに到達する、その成熟するためには、一つの基軸通貨として機能させるんではなくて、 複数の主要通貨が、まあ、インデックスみたいな形で安定した通貨として機能させていくっていうことが当面の議題です。ですので今の、まあ、このエコノミック経済フォーラムの中でワールドフォーラムの中で話し合われているのはやっぱりドルを一つの基軸通貨としていくのって危険だよねと。まあ、インデックスみたいな形で複数の主要通貨が一、まあ、つの基準になった方がいいんではないかと。まあ、もちろんインデックスという一つの数値としてね。 だから複数の政府だったり複数の企業だったり、えー、まあそういう有力なリーダーたちがこの世界経済フォーラムに集まっていますと。まあそういうのが、まあここの経済に関してのところ。それから三つ目。<laughs> 民間部門のイノベーションとレジリエンス。まあ、レジリエンスがあのが、まあ、回復力とか、まああのまあ、上昇していくようなイメージなんだけども、まあ、そういうようなために最先端技術を活用して、まああまあ、現在の業界の逆風に対処すると。まあ、ここも一つ面白い話ですよね。民間部門のイノベーションに投資したいですと。でここはよくあの第4次産業革命とかって、まあ、冒頭にも言いましたけども、 あの、今後来るであろうシンギュラリティに対抗するために、うまく AI を人類が使いこなすために何に投資すべきなのか。ここは短期的にお金になるかどうかの投資ではなくて、人類の未来を少しでも明るくするための投資っていう意味なんだけども、実際もっと長期で考えると、こんなことはあまり意味ないんですよね。 人類っていうのは文明レベルをもう一段階上げるためには、いつか一つの意識の集合体になる必要性がありますと。で、その時点で肉体, <laughs> 肉体なんてないし、 そうすると寿命なんて低次元な縛りもなくなって半永久的に効率的に進化できるんですけども、まあ、そうするとなんか体がなくなるからなんかちょっとっていうふうに思うかもしれないけど実際昔数百万年前っていうのはその四足歩行から直立二足歩行になるのに数百万年っていう途方もない時間を無駄にしたんですよね。そこの四足歩行っていう,ふうにあの当時は その時は非常に重要な生活スタイルだと思っていた。だけれども、そのうち、まあ、別にこれ4足で歩く必要なくねっていうふうに思って、えー、アウストラル,ルフテクスとかは、 直立に歩行になったんですよねで。先進国での今の少子化っていうのは多分まさにその兆候だと思うんですよ。豊かになればなるほど次に何をしたいのかっていうのはおのずと分かってくると思うんですね。だから意識のアップロードっていう技術が次の得意点になるんだけども、意識のアップロードっていうのは自分の脳とか意識っていうのを機械にアップすること、まあそれ機械である必要はないんだけども、まあ何かにアップすることで、でこの段階になってくると、 まあ、AI だろうが、人類だろうが、そんなのはもう、アウストラロピテクスか、ホモエレクトロスかの違いぐらいになって、まあ、近い将来、そんなのどうでもよくなってくるんですね。でも、まあ、第4次世界革命って言っとけば、なんとなく重要そうな会議だし、税金かけてもいいよね、この世界経済フォーラムはっていうふうに、まあ、見せかけられているだけなんですけども、まあ、そういうようなことが今話し合われています。それから、あーここですね。それから4つ目、え。ー 4つ目のところに関しては、仕事とかスキルとか、ケアのための新しいシステムの文脈における、えっ、ー、と、コンテクストにおける、まあ、現代の社会的脆弱性への対処ということで、まあ、この、あーと、ここですね。この4番のところは、まあ、仕事とか、えっ、ー、と、スキルとか、まあ、そういうことが書かれているんだけども、社会的な脆弱性の問題ですね。で、ここのポイントはこの2つです。 えっと、一つは、ソーシャルコントラクト。これ、あの、日本語で多分この言葉ってないと思うんですけど、まあ、せ、あの、なんていうの、社会の、えー、なんていうのかな、まあ、社会全体での最適解を模索していくっていうことで、我々一人一人には、デメリットだったり、苦難があったとしても、全体でのメリットがあれば、そちらを主者選択していきましょうねっていう意味なんですね。だから、 まあ今はもう本当に全体的にいい、まあ、誰もが苦しまないようなところを目指していきましょうって言ってるんだけども、まあ、そうじゃなくって、えー、一人一人がちょっとぐらいマイナーな人たちが若干デメリットを被ったとしても、社会全体で最適解を模索していけるような世の中になったらいいよねっていうようなのがまず一つ。でもう一つはその下のアンメットデマンドですね。これは社会主義者、 社会の中で、えー、ごめんなさい、えー、社会主義ね、資本主義社会の中で、すべてのコストは需要と供給で決まるものですけれども、そのシステムさえも破壊して、釣り合っていかなくても、その需要と供給のバランスが釣り合ってなかったとしても、その釣り合ってないところを最適解だっていうふうに思って、それを強制的に選択する、まあ、少し社会主義的な側面もあるんですけれども、まあえーと、例えば労働市場ですね。 えー、社会福祉全体のために、えー、例えば、な、え、ん、ー、だろうなあうん、まあ、例えばプログラマー。プログラマーが必要っていうふうに判断されたとするじゃないですか、社会がね。社会が今あ、プログラマーの数がもっと多く必要だっていうふうに判断したとすると、あなたがそれをやりたがろうと、やりたくなかろうと、これはもう必然的にあなたはプログラマーになるんですね。うん もう社会から、まあ、あなたはプログラムラインになりなさいというように、えー、命令されるわけです。あと、うん、これだとちょっとわかりづらいので、えー、と社会で、えー、そうだながん患者、例えばがん患者が一気に増えてきたとします。で、その短期的に集中的にがん研究を一気にやらないといけないとする。 ってなった時に、専門的な知識があろうとなかろうと、あなたはその研究をや,ろやりたかろうとやりたくなかろうと、まあなたがプロサッカー選手であっても、サッカーをやめてでも、その地球人口の何割かをん研究をやらせるので、あなたもそのん研究をやりなさいみたいな。かそういう極端な例で今ちょっと例えましたけども、こういうようなあの需要と供給が別にマッチしてなくても、おまあ、やらせ今今の話は労働市場での例。 で解説しましまたけどども、も、ま、の、あの市場でで同じです。その需要と供給のバランスがあったところでコストが決まるっていう今の世の中なんだけども、まあ、それを破壊してでも一番いいポイント最適点っていうのが他のところにあるんであればそこでマッチさせていきましょうねっていうようなことを言っています。 まあ、ここもなかなか理解しづらいところではあるんだけども、まあ、今の世の中とはちょっと違うところで行きましょうねっていうところですね。それから5番、えー、まあ、多極的世界の中で、えー、まあ、対話と協力のために、まあ、地政学リスクを対処しましょうってまあ、これは、あの、もうまさにロシア・ウクライナ戦争のピンポイントのことを言っていますが、えー、まあ、今世界が多極化してきて、思想も多極化して、 えーまあ、大きく言うと、資本主義 VS 社会主義みたいな感じになって、えー、戦争が勃発しそうな不安定というか、もうそもそも,もう勃発しちゃってるんだけども、まあ、そういう不安定なシステムの中で、もう単純に戦争はやめようねっていうことを言ってるんだけども、今のロシア・ウクライナ戦争で唯一恩恵を受けてるのは、世界の武器商人なんですよね。 で、彼らは彼らのルールに則っ,って利益を追求するっていう資本主義社会の中で、競争主義のもとで正しいことをやっているんだけども、人道的にはちょっとそれはアウトだよね。ただそれはルールに明確にされていないから、まあこういうことを続けていけば、あまあ核ミサイルとかも核兵器をたくさん持っている国がもういくつもある中で、何回地球があってももう持たないよねと。何回地球が破壊されても、 もうおかしくないよねっていうような世の中なので、まあそういうところはしっかり話し合っていきましょうと。だから、まあこういうことをグローバルなダイナミクスの中で取り決めていきましょうねっていうことなんですけども、一応5個、えー、まあその下はいろいろ書いてますけども、えー、議題としては今言った5個で、まあここまでは世界経済フォーラムに関して一般メディアが報道する主要な議題っていうのを解説してきました。 あまあ各財界各国の政府各巨大企業の非常にエリートな人たち頭のいい人たちっていうのが集まってこういうような地球規模での課題の認識と解決策を模索していく会議で見かけ上は非常に素晴らしい。 会議体ですよねこのエコノミックフォーラム、ワールドエコノミックフォーラムっていうのは。まあ、ですので、建前上は世界をより良くするため、既存の陳腐なシステムを破壊して、効率的で持続可能なシステムを構築するっていう風な大義名分が謳われていますが、 実際に行われているのは既得権益を破壊してどこが次の世界の覇権を握るのかっていう取り決めなんですね。現状はアメリカ一強のシステムなんだけどもこのシステムの中枢に誰しもが入りたい、えー、だ,だからこの世界経済フォーラムって、えー、王室の人たちも来てたりとかアメリカ以外の結構、えー、と財界人とかいろんな人たちが入ってきてるわけなんだけども、まあ、そういう人たちが一気に押し寄せてると。でパンデミックとか パンデミックで始まって、で、今回の高インフレを通過点として、次に起こるであろうリセッションへのスクリプトっていうのは、今、シナリオ通りに粛々と進んでいます。我々はこの方向性に賛成するとか、反対するとかではなくって、グレートリセットでどのような方向に行くのか、そしてどう立ち振る舞えば、このイベントを有利に進められるのか、これは投資家以前に我々一人一人としてね、で、リセッションから次のリセッション、 かから抜け出た時何が起きるのか世界各国の中央銀行や世界の王室世界の有力政治家がどのカードを切ってどのカードを温存させるのかこのカードで世界同時不況のタイミングと深さが決まりまりすそして残ったカードがグレートリセット以降の世界を決めることになります。 ですので、しっかり状況を見極めて、今の世界システムがどう変わっていくのか、我々は確実に見極めていくことが重要だと思います。今回の動画は少しいつもと違った感じでやってみましたが、あいかがだったでしょうか。まあ、いつも、あの、レバナンスの買いタイミングとかっていろいろ言うんですけども、まあ、今回はちょっと省略します、えー。今回の動画がいいなと思った方は高評価お願いします。それから概要欄に無料でもらえる書籍とかいろいろありますので、もしよろしければ、あ 申し込んでみたいかがでしょうかということで今回の動画は以上となります。それではみんなで資産を爆発的に増やしていきましょう。ご視聴ありがとうございました。おります。